じゃあ早速やっていこうか。どんな感じかわかんないけど。では行きまーす。ね、フィーバー入るとサビに入る感じかな。スキル発動は時間かかりすぎるでしょ。あ、なんかね、パンプキン入るとなんか感じ変わってる今。気のせいかな。燃えるんだよね。んで、終わりの時はなんか幽霊が出てくる。やっぱ3秒は短いな。スキル1のパンプキンキングをやっておりますよ。やっぱかぼちゃが入るときは違う感じになる。ちょっと時間かかってるかも。どうでしょう、スキルレベルが上がっていってみないと分かんないかね。ただ3秒やっぱきついぞ。スキル1だときつい。エンデミさん、新マレドラね、マレドラに似てますね。森みずほさん、ハロウィン感すごい。で、ボムは消える。ボム消えるってマレドラじゃん。例えばここに残ってるしょ、ボム、うん、消えるから。もう消えた。トモくん、こんばんは。ありがとう。ありがとう。かぼちゃ消した方が周りよく消えてるって。かぼちゃ消すとボワってなるかな。ただね、その分時間も取られるんだよ、そこがね。かぼちゃ巻き込んだ方がいいかな。ああ、こんな感じ。うわ、きついよ。結構きついよこれ。うん。スキル1で652万点。しかもレベル1のやつで。どうなってるのでしょうか。やっていこう。頑張ってきます、うん。今度スキル2は何秒になるのかな。 4.5？ どうだろう。ごめん、そこら辺見て、後で見ようか。ちょっと見ようか。やめて確認します。ちょっとパープキン中心で消してみようかな。スキル2だと 3.5 かな。じゃあ 0.5 ずつ増えてくるんだな。必要積む数が24。多いですね。多いよ。1と2は必要積む数が24で、1が3秒で2が 3.5 秒。スキルマンは20だからちょっとあれかな、重たいのかな。マレドラはマックスだと何でしょう。マレドラ、19。マレドラはスキルマックスで19で6秒だから、マレドラの方が軽いのかな、発動。なるほど。うん、このパンプキンキングマックスだと必要積む数が20個で
発動時間が発動時間でね 4.5 秒。マレドラの方が本当にマレドラの方って言えるか、わかんない。この結果を見てそう言えるのか。得点どうでしょう。申し訳ないけど俺はもうマレドラよりこっちの方が上だと思うよ、この結果を見ると。そうだね、俺マレドラでここまでいけねえもん多分。スキル2ですよこれで。カボチャを中心に消していった方がいいのかもしれない。その方が得点はやっぱり上がるね。うん、強いスキル2でここまでの得点なかなかねないよね。思ったよりは上がってと思う、うん、思ったよりは言ってると思うよ間違いなく。俺だってさっき600ちょいだったやん。だからまあ言ってまあ700とかになるぐらいかなって思ってたけど、800ぐらい言ってると思うよこれは。いやそんなに言ってないか、ごめんちょっと言い過ぎた。760だからやっぱり結構ね、うん、高くなってると思う。800いけると思うんだよね。スキル3ですね今。スキル2と違うのは必要潰すだけ。お、チャンネル太郎スケの実況さん、こんばんは、初見です、チャンネル登録しましたってありがとうございます。ありがとう、嬉しい、サンキュー、ありがとう。マくん行こうか考える。でもこれ今月限定ですので、お早めに限定粒ですよ、今月しか出ません。ハンモックティーさんこんばんは、初見でした、ありがとうございます、ありがとうございます、登録してほしいです、チャンネル登録もお願いしますね。ぶんちゃん、ひでちゃん、動画かぼちゃ2000万までやめれません、期待しとくのどうでしょう。ペッパーさん、あゆみちゃんも引っ越えよって、あゆみライブ終わりに引きますよ、引きます、絶対限定積むは絶対取っておきたいので引きます。でも50万コインしか用意してないので今月必死に頑張ってコイン貯めて引きます。それで出なかったらみくちゃんマルドラ卒業しないって、今パンプキンスキル3ライブ見ながらガチャってるって引いちゃってるんだね。あ、ヒカルさんこんばんは、ありがとう。ゼニクくんありがとう、お知らせ、チャンネル登録やツイッターフォロー、お済みでない方はライブの配信情報などお届けしますんでぜひお願いします。あと英語ありがとう。マくん限定なのさらに飛行感迷う、マジ悩むね、出てこなくなる可能性あるぞ。ブーちゃん俺もライブ行こう飛行ハンモック兄さんチャンネル登録しました、ありがとうございます、嬉しいです、イエーイ。チャンネル登録してくれるとね、ここにコメントの上のあのツイッターの下らへんにヨッシーが出るはずなんですよね。それがするのはあのチャンネル登録したやつを公開してる人だけね。ああそっか、設定がそうなってると出ないか、うん、お、ピカチュウさんチャンネル登録しました、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あーさっきと変わんねー、あーさっきと変わんなかった。はい引いていこう、スキル3はこのぐらいですはい、はい、引いていこう、はい引いていこう。あいつはもう完全にランダムだからもうあれだと思ってるけど、うん、うん、さきとくん新粒強いですか、強いと思いますよ。
意外とブギーの方がなんかいいかも。楽しそう。こっちのかぼちゃをなんか必死にならないと、これはもう上手い人じゃないといけないみたいな感じ。高得点までいけません。ブーちゃん言ったやん、聞き逃さないもう。マイケルさん、ブーゲー作る間にしたいわーってね。楽しそうだよね、ブー。仲良し組やっぱマレドラの方が強いかなって。やりやすいと思うよ。うん、あっ、僕今ガチャ引いてきて、パンプキンはスキル4、ブギーはスキル3までいきました。あきとくん70連でお疲れ様です。お疲れさんです。210万コイン使ったんかな。そうなるね。やばい、計算できた。またはプレミアムチケット数枚使用。ああ、3721ってやったな。いいね、計算できた。そういうのいいよ。内村大志さん、使い方難しいですよねって。ちょっとこれ難しいよね。練習ですね、練習。コメントありがとう。ありがとう。全肉くん、今月も忙しいから積みできるかもなって。テスト勉強しなきゃ。おお、テスト大事、頑張ってね。名前は絶対書くんだぞ、ちゃんと。そこ、うん。そうね、そうですよね。その通り。うん。よし、これでさっきの武器に並んだだろう。はい。ブンちゃん、やべえ、曲が眠くなる。しかし、ツム消える音楽でビクッと起きる。はい。952。さっきより言ったでしょ。ただ疲れるぞ。今意識したのは、ちょっと、いつもよりはつなげ目につなげること。要するに、いつもだったら3で消すけど、4とか5にするとか、そういう感じ。うん。さらにね。さあ、必死にやりますか。必死に。必死にいきます。スキチケになるのかな。サンタジャックマックスだったらスキチケになるんじゃないかな。どうなんでしょう。ただ2まで上がるようになったらあれだよね。うん。あがー、ジュンヤさん眠くなってきましたって。無理しないでね、ありがとうね。ありがとう。ブーちゃん来たーって。ミキちゃんすごい、ブーゲーすごいですねって。マリンコさんパチパチありがとう。ありがとう。すごいってありがとう。ありがとう。コメントありがとうございます。内村大志さん頑張ってくださいってありがとうございます。ありがとう。ビッグバンさん、おー、ループしやすくなってるって。ありがとう。一応積む数が減ったからね。うん。さんが来た。この音楽5歳の時に見てから怖くてトラウマになった。でも今はなぜか好き。そうなんだね、ハマっちゃったんじゃない。小川千代さん、もうちょっと見てから寝ますって。ありがとう。
ありがとう。無理しないでね、ありがとうね。マリアさん、マレドラとどっちが強い？マレドラ。マレドラかな。俺の中ではマレドラ。もうそれがね、俺の中で固まってきたよ。マレドラだなって。スキル1だったらこっちかなって思ってたけど、だんだんその気持ちがね、逆になってきたよ。こいつは弱いんじゃねえのかな。でも分かんない。こうやってるうちにさ、だんだんこうコツっていうか、そういうのが分かってきてるからさ。でも得点伸びはそんなに期待できないと思う。マくん風邪ひいたな。これはあかん。大丈夫？あったかくして。ニンニク食べよう。ニンニク。お母さん、マレドラバンザーイ。タイムボム出てなんぼだよね。やっぱりさ、タイムを伸ばさないと高得点出ないじゃん。シンデレラだってタイムボム出て1億超えるんだから、やっぱりタイムボム出るのが強いのかな、点に関しては。そうかもしれんね。うん、エクパンさん当たり武器説ねえ。でもいや、これ見る前は絶対パンプキンだろうって思ったら、武器がなんて面白い。マック熱はないんだけど喉が痛い。あ、喉風邪。エミも喉弱いから結構喉やられると声出なくなっちゃう。来た。うわ、喉飴だね、モック。おいしまんいったね。1164万点コイン4700だから、武器の方がやっぱり41が何回か出た分上になったかな。そんな感じで、今意識してたのはかぼちゃが出たらそれをなるべく、まあ4個5個ら辺で消していくっていうこと。そうするとループができたから、ループできましたね。うまく2回ぐらいできたかな。でボムが少し残ってる状態でスキルが溜まってるんだったら、ボムを消してからスキルを発動して、できるだけフィーバーにスキルの効果を入れ込むっていうことをしました。でもない、ちょっとまず先にこっちをプレイしておくよ、うん、スキルマックスのパンプキンキング、さっき1160とか言ったんじゃない、うん、だから1500いけたらいいよね。スキルマおめでとう、ありがとう。ありがとう、サンキュー。ありがとう。100回するのにね、1時間かかりましたよ。行こう、スキルマックス。おめでとうございます、ありがとう。おやすみなさい。小川さん、ありがとうね。ビッグバンさん、あゆみちゃんガチャも見たいな。あゆみちゃんガチャはじゃあ録画しといてツイッターに載せますね。なのでツイッターフォローお願いします。あと毎日ツイッターでえみつむプレイに挑戦しております。なんかアイテムなしでどこまでコイン稼げるかみたいな挑戦やってるんで、ぜひ見てください。僕はヒデさん、スキルマンおめでとう、ありがとう。サンキュー。出たので寝ますねって、明日からまたコイン貯めないとってサンタジャックに来たいって、ありがとうございます。遅くまで、おやすみ、おやすみなさい。娘ちゃんにもよろしくお伝えください。ありがとう、ありがとう。
これいくんじゃない？スキルマパンプキンキング、もう疲れるな。いや、1000万突破。すごいすごいすごい。ボーナス込み。まだチャンネル登録してない方いましたらチャンネル登録お願いします。今年中に1万人達成しないと YouTube やめてしまうっていうねやつをやってるんで、ぜひ皆さんの協力が必要なんです。よろしくお願いします。行ったぜ、行ったよ。1500はいかなかったけど1400はいったよ。さっきより300万プラスした。これでかいね。ようやくなんかコツをつかんできた気がする。